大谷翔平 WBC 優勝の後に iPad をホテルに忘れ、キャンプ地に送ってくんない。WBC ワールドベースボールクラシックの期間中に侍ジャパンのコーディネーターを務めたルーク・シノダ氏が2日放送のサンデージャポン TBS に VTR 出演し大会期間中のエンゼルス大谷翔平投手の知られざる一面を明かした。大会期間中の大谷の食事について、 ホテルの食事会場だったりクラブハウス内の食事は普通に食べていたと明かした。国内での遠征の時はホテルに食事会場を設けるので、大谷からそれと同じような行動パターンをしたいとリクエストを受けたという、ロッカールームに用意されたおにぎりと唐揚げをずっと見てて。なんで食べないのかなって思ってたら、一個くらい、このカロリー。でも我慢みたいなことを言ってて。 おにぎり1個我慢する。さっき歩きながら食べた自分を反省しなきゃなって、とそのストイックさに驚かされたという。また、これ言っていいのかなと切り出し大会終了後の秘話も明かした。本人、iPad を忘れてるんですよね。あのデータのやつをホテルに、笑い。でお酒を飲もうかなと思った瞬間に、大谷から、iPad 忘れたからキャンプ地に送ってくんないって。 人間みなところが出てたなっていうのはありましたねと振り返っていた。